暑い中お越しいただきましてどうもありがとうございます。私はアマチュア無線始めてもうかれこれ開局してから35年ぐらい経つんですけど、いろいろ仕事の関係とかがあってもう半分ぐらいは中断してて、つい5年ぐらい前にカムバックをしたと、いわゆるカムバック組と言われるものなんですけども、その時に初めてこういう SDR っていう言葉が入ってきまして、もともと運用するよりも自作をしたりとかハンダコテを握ってる方が好きだったもんですから、この SDR ってのは何だっていうことで、すぐに飛びついて、何台か、制作をして中でですね、SDR ってどういうものなのかって、一口に言って受信だけの SDR もありますし、送信もできるトランシーバータイプの SDR もありますんで、その SDR っていう定義がなかなか難しいんですけれども、私の作る、SDR っていうのはもちろん送信ができる、トランシーバータイプの SDR っていうのを何個か何台か作ったので、それを紹介を含めて、最新の、キット、MCHF っていうスタンドアローンの SDR トランシーバーのキットを作ったので、それの、制作、苦労話って言いますか、楽しみ半分、苦しみ半分で作った、その過程と、あとその問題点っていうのを含めて、ちょっと、プレゼンテーションしようと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、SDR って今までこの、5年間見てきてですね、だん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 技術が進歩してきますけれども、勝手に僕、第1世代、第2世代、第3世代っていうふうに分けちゃいましたけども、SDR トランシーバーの構成、これがですね、時代とともに、だんだんだん変わってきてます。で、第1世代っていうのは PC が、パソコンですね、パソコンによるデジタル処理が、ほとんど、が賄ってる SDR トランシーバー、第2世代っていうのは、DS チップはそれからマイクロコントローラー、ちょっとなんか文字が欠けてますけれども、マイクロコントローラーがかなり高性能になってきましたので、それによるデジタル処理で PC がいらなくなってくる。で、それが第2世代の SDR。 第3世代は、TRX305 もそうですけれども、ダイレクトサンプリングでもう直接 RF 信号をデジタル化してそれを処理を行うと。それが、第3世代、こういうふうに僕は、分けられるんじゃないかなというふうに考えています。異論がある方は、おっしゃってください。で、実際に僕が作ったキットっていうのはジェネシスレディオっていう、オーストラリアの、方が作ったキットなんですけども、その SDR トランシーバーっていうのを作って、これは、第1世代にあたる PC で、デジタル処理をするタイプのトランシーバーで、2番目が最近結構巷で話題になってるらしいんですが、イギリスの、アマチュア無線科が開発した MCHF という、SDR スタンダードのトランシーバー、これをキットで、頒布していたので、それを作ってみました。で、最後にこれは、おまけなんですけども、これから SDR のトランシーバーのキットでどういうふうになってほしいなっていう、希望的なものをちょっと簡単に述べさせていただきます。で、最初にその SDR のトランシーバー、構成なんですけれども、RF のアナログ信号、最終的に受信して送信するその RF のアナログ信号をどの段階でサンプリングして、どのデバイスでデジタル処理を行っているか、これをもとに、いろいろその分類ができるんじゃないかなというふうに思っています。で、これちょっとブロックダイアグラム簡単に書いたんで間違いがあるとは思うんですけれども、PC が主役、この赤線で囲んだ部分、これは全部パソコンですね、PC、サウンド入力がついている PC、もしくは、USB のサウンドモジュールでもいいんですけども、そこで、初めてデジタル信号に変換をして、それで、パソコンで、処理を行うと。で、送信の場合は、その逆ということで、この青、み、あ、ごめんなさい、水、えー緑色の部分、この部分が、キットとして、SDR キットとして、最初僕が見かけて何台か作った、それも、キットの構成ですね。これはもうこの、緑色自体は、どっちかというとその SDR というよりも RF 信号に変換するトランスバターンみたいな、そんな印象を受けています。で、
具体例ですけれども、これソフトロック RXTX アンサンブル、今でも売ってるんですね、これ。すごく皆さんご存知かと思うんですけども、僕から言ってもらう SDR トランシーバーの定番なんじゃないかなと思います。現在でも89ドルっていう、比較的安価に手に入ります。でこれは下のブロックダイアグラムでお示ししましたけれども、USB で、USB とサウンド入力出力でつなげて、パソコンからいろいろコントロールしてデジタル処理をすると。でこれは5種類、ローパスフィルターが用意されてまして 1.9 から28メガ HF バンド、網羅しているという、非常に、安価ながら、使えそうなキットです。でこのキットは、フロントエンドとして STM32 の SDR のフロントエンド、もしくはその SDR キューブっていうデジタル処理をマイコンでやっているトランシーバーのキットのフロントエンドとして採用されている、そういった、キットです。で次がですね、あそこにも展示してありますけれども、ジェネシスレディオの G11 の SDR、 これはオーストラリアの SDR キットで、ここに基板ワンボードで全部賄っています。でこれは表面実装部品を多用してキットでもう全部装着済みのやつで、コイルをつけたり、あと端子をつけたり、そういった類の、キットです。これは、より本格的になってまして、送信のファイナルが三菱の MOSFET で、10ワットぐらい、出力が出るので、割合実用的な、トランシーバーのキットになっています。SDR ソフトは専用の GSDR っていうソフトを使ってます。でこれでいろんなモードに出たりとか、それから、こういったバーチャルオーディオケーブルを使って、SSDB とか RTTY、 もちろん JT 系のソフトウェアもつながりますので、それのモードの運用が、できます。でこれ面白いのは、HF と6メーターだけじゃなくて、2200メーターバンド135キロと、あと630、475キロヘルツもできますよっていう、触れ込みで、それに僕は飛びついて136の、LPF をつけて、免許を下ろしました。で今度はピーベリー SDR トランシーバー、これもですね、向こうに展示してありますけれども、ソフトロックと、大体構成は同じなんですけれども、何が違うかっていうと、この中に AD 変換、DA 変換が入ってるんですね、チップが入ってます。このブロックダイアグラムを見ていただけると分かりますけれども、サウンドカードがいらないよと。で、実際 PC と USB だけでつないで、運用ができる、それを売りにしているキットで、これ、完成品もあるんですけれども、最近ちょっとずっとソールドアウトの状態が続いています。 SDR ソフトは HDSR を使ってます。で、バージョン1とバージョン2があって、バージョン2は、いろいろ CW の運用とか、オートチューナーもつけられるような形で、より実用的に進化をしていたんですけども、途中で今、止まってしまってます。ちょっと残念な感じなんです。で次に、第2世代ということで、先ほどフロントエンドだけのキットでしたけれども、その後の AD 変換、DA 変換、それから、デジタル処理の DSP、 それから少々のコントローラーも全部マイクロコントローラー、もしくは DSP の専用チップで賄う、キットが出て、そうなってくるともう PC はいらないよというふうになってきます。で具体的な例ですけども、 SDR キューブトランシーバー、これは結構比較的前から今でも多分売ってると思うんですけれども、サイトもちゃんとドキュメントが残っております。これはソフトロックの RXTX をフロントエンドにして、このブロックダイアグラムにあるような、AD 変換、それから、DSP 処理をする、マイクロコントローラーが、入ってます。でマイクロコントローラーは DSPIC が採用されてまして、今STM とかARM のコルテックス の M4 とか、そういったものを使っているのがほとんどなんですけども、これは DSPIC を使っているという、今でいうと比較的珍しいタイプです。
ただやはりソフトロックを使っているので、出力はだいたい1ワットの QRP で、実用的なものかどうかに関してはちょっとまだ疑問が残ります。で、その次にこれ僕キットを買ってまだ作ってないんですけど、STM-SDR トランシーバー、これですね、STM を使って、DSP 処理をするキットが出てる。これも比較的安く出てるんで、ソフトロックと一緒に購入してます。で、これはカラー TFT の液晶がついて、よりそのバンドスコープも、できますし、RTT1 のレコードなんかもできている、非常に面白いキットで、これもファームウェアが更新されてますので、これはまたちょっと時間を見て作って評価したいなというふうに思ってます。これはおなじみの KX3SDR、 これもキットとして売ってます。ただもう基板は全部配線済みなので、ケースの中に基板を入れたりとか、いろいろそういうタイプのキットですね。でもこれはやはり同じような構成になってまして、これはマイクロコントローラーはむしろ制御系に使って、 DSP は DSP 用のチップを使ってます。非常にコンパクトに収まってます。一見 SDR じゃないんじゃないかなというふうに見えますけども、バンドスコープのオプションについて、SDR の特徴がこの中にはちゃんと残ってると。自作好きにはちょっと物足りないと思いますけど、実際に運用する、実運用で、実践で使える、トランシーバーではないかと思います。で、これいよいよ最近話題になっている MCHF の SDR トランシーバーです。これはイギリスのクリスさんが中心になって開発、今でもいろいろソフトウェアの開発が進んでいる、スタンドアローンの SDR トランシーバーです。で、これはある意味その DSP 処理も全部 STM の32のマイクロコントローラーで賄ってるっていうキットで、非常に負荷は重いはずなんですけども、実際組んで受信したり送信してみたりすると全然重さを感じないんで、これはすごい進歩したなっていうふうな感じがあります。しかもキットで売ってるっていうのはすごくいい世の中になったんじゃないかなと思います。ただ最近、日本ももちろんそうですけども、世界的に結構興味がある人がいて、今キットで売ってるんですけども、最近サイトを見てもいつもアウトブストックが続いている状況で、非常に手に入りにくい状況になってるんじゃないかと思います。で、これちょっと あまり図が良くないんですけども、これはもう第3世代もダイレクトサンプリングで、フルデジタルの SDR で、これはキットとしては TRX の305が唯一なんじゃないかなと思いますけれども、究極の SDR と言えるんではないかと思います。で、実際に僕キットを作って、最初にその第1世代っていうふうに分類しちゃいましたけども、ジェネシスレディオの G11SDR トランシーバー、これサイトを見ると、コンテストウィニングトランシーバーってなんでかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりこのウォーターフォールでバンド内同時に観察できる、ここでがコンテストウィニングトランシーバーの語源の元かなというふうに思ってるんですけども、先ほどお話ししましたけれども、 HF から6メーター、それから超波と中波帯にも出れるという触れ込みをに乗っかって購入しました。もう今はちょっとあんまりG11 としては売ってないみたいなんですけれども、これはケースに入った状態で、普通のなんか箱みたいになってます。で、ケースを開けてみますと、こんな感じで収まってます。で、このでかいコイルが136の LPF で、あとは7メガと10メガ用の LPF が入ってます。で、3バンド出るような形で、これは自分で改造しました。あとは極発も低い周波数になってくると、極発で使っている SI570 が追いついていかないので、さらにこれ分周するための基板の、を、付加してあります。これで136kHz を保証認定を下ろして、今でも QRV はできるような状態になってます。で、これ実際の画面ですけども、ちょっと動画が本来動画だったんですけど、
ちょっと動かないんで、まあ、説明だけになりますけど、まあ、ソフト自体はこういった形のインターフェースになってまして、まあ、周辺にバンドの切り替えとかモード、それからフィルターの切り替えですね、あとは、まあ、CW モードのいろんな調節、あとバンドスコープの拡大とか、まあ、全てこの周りのボタンで、操作ができるようになってます。非常に便利です。で、まあ、バンドスコープもサウンドカードのサンプリング周波数によりますけれども、まあ、普通でしたら、まあ、96kHz ぐらいですと、まあ、大体 50kHz ぐらいのバンドスコープが、十分使えますので、まあ、例えば CW のコンテストかなんかでもバンド、コンテストバンドが全部同時に観察できるんで、非常に空いてるバンドにすぐ QSY ができると、便利な機能なんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ただPC のソフトなので、まあ、ある程度スペックも要求されますし、PC の、 まあ、動作不安定っていうのもあって、なかなかまあいつも軽快に動くというわけではないので、まあ、そこら辺がちょっとこのタイプの SDR の欠点かなというふうに思っています。ただ、まあ、バーチャルオーディオケーブルを使っていろんなモードに簡単に出れるので、それは今でも利点なんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、次は MCHF SDR トランシーバー、これはホームページで、ここをオーダーをしますと右のページに出てくるんですけども、この赤い表示が出てます。もういつもアウトオブストックで、もう毎日チェックしないと多分手に入るの難しい状況なんじゃないかなと思います。でキットは表面実装部品全部自分でつけるタイプのやつと、表面実装部品が装着してあるタイプ、2種類あります。まあ、もちろん表面実装部品が装着してあるタイプは少し割高になりますけども、まあ、それでも、この手の SDR トランシーバーのキットとしてはかなり安い部類に入るのではないかと思います。でこれ実際に僕輸入して、ペーパルで支払ってですね、だいたい1週間ぐらいですと、こういう白い箱でやってきます。で開けますとこんな感じで、もう表面実装部品がもう小さい袋に全部きれいに整頓されて入ってますけど、非常に量が多いです。で基板自体も、もう何もついてない状態なんで、これ全部自分で手でハンダ付けしました。で上がLCD とか、コントロール部の基板で、下が、RF 基板、この2枚基板で構成されています。でこのキットの中にこの、部品表が入ってますので、これをもとに、シルク印刷の番号と合わせて一つずつ、上から順番に、地道につけていくという作業が続きます。まあ、大体一つの基板が全部装着し終わるまで2日3日ぐらいはかかりました。で、右の上の方が、まあ、装着済みで、この、四角いチップが STM32 です。でこれも100ピンで、この全部自分で手でハンダ付けしています。で、ひっくり返すと、まあ、LCD のモルジュールとか、まあ、操作系の部品がついてます。で下は RF 系、この、丸っこいやつが全部ローパスフィルターの、トロイダルコアです。で、まあ、一応全部装着して、すぐ動くかというと、まあ、そこからまた、苦難の道が続くわけですけれども、マイコンには何にもソフトウェアが入ってませんので、ソフトウェアをインストールしなければいけません。でまあ、具体的な手順は割愛しますけれども、まずブートローダーをインストールして、MCHF 用のブートローダーから今度はファームウェアを入れる、まあ、言ってしまえば簡単なんですけれども、いろんなバージョンがあってですね、どれを入れればいいのかとすごく悩むんですけども、ホームページに載ってるファームウェアはちょっと古いので、それとは違って、この右に示してあるようなこの UHSDR プロジェクトページ、ここに最新のファームウェアがありますので、これを入れていただくと、いいんじゃないかなというふうに思います。で最初は MCHF って書いてあったんですけど、いつの間にか UHSDR っていう名前に変わったので、 UHSDR っていうふうに検索しないと出てきません。でちょっとこれ動画が下に入ってるハテナになっちゃいました。これは実際に動かして、ケースに入ってない状況ですけども、まあ、ウォーターフォール、非常に、きれいに出てます。感度も非常によろしいです。
で、まあ、実際その基板だけのキットなので、今度はやっぱりケースに入れたくなりますよね。で、ケースに入れるためには、まあ、自分で作るっていう手もあるんですけれども、eBay とかで見てみると、MCHF 用のケースキットが何品か出品されてます。何種類かあるみたいなんですけれども、僕はお金かけたくないんで、一番安い7000円のタイプのやつを、ゲットしました。で、実際来ましたけど、まあ、ケースの表面は綺麗ですし、スピーカーもついてます。で、側板とかつまみも非常に綺麗なものがついてます。ただ、この中の、2つの基板を仕切るシールド板が曲がってるんですね。まあ、この辺は中国製なんで仕方ないなっていう感じで、まあ、こういったちょっと不安要素はあるんですけれども、まあ、それは覚悟して行かないといけないかなっていう思ってます。で、このキットにこのケースを入れるんですけれども、それがすごく大変というかですね、まあ、穴の位置が違っていたりとか、あとキットでついてるタクトスイッチの高さも合わないんで、僕の場合はタクトスイッチをもう少し1ミリか2ミリぐらい低いものを取り寄せて、それで全部装着し直しました。全部です。はい、最初削ったんですけど、削ると逆にちょっとおかし、なんかスイッチ自体がおかしくなっちゃったんで、低い、タクトスイッチに全部、交換しました。これタクトスイッチだけでかなり十何個ぐらいあるんで、まあ、ハンダ吸い取り線を駆使してなんとか付け直しました。それと、あと LCD モジュール、これも高さが非常に高いんで、このピンについている黒いモールドを全部外して、しかもそのピンを短くカットしました。2ミリぐらいですね。それだけでもやはり高いので、ソケット自体も削りました。ソケットも金属が見えるぐらいまで削らないと、ケースに当たってしまって、下手すると、まあ、僕もやってしまったんですけど、LCD 壊してしまいました。 LCD はこのハオユーっていうところから出してるので、ここを検索してホームページに当たるとちゃんとこのモデルが売ってます。まあ、1個100、12ドルぐらいで比較的安いんで、まあ、予備も含めて3台ぐらい、買いました。 で、付け直しました。で、まあ、よりちょっとピン高さを低くするために調整をしてました。それとですね、あとこれレギュレーターの IC なんですけど、ものすごく熱くなるんですね。で、放熱板つけなきゃいけないんですけども、ケースに穴が開いてて、ちょうど取り付け穴の位置がやっぱり全然合わないんですね。で、結局その基板に根元まで全部押し込んで、やっと取り付けられるぐらいな、そういう位置なんですね。なんで何度かやっていくうちに根元から折れちゃいました。2つとも折れてしまいました。で、1つは7805なんで、まあ、どこでも手に入るんですけど、もう1つは可変のレギュレーターで、日本ではあまり扱ってないモデルで、佐藤電機になぜか置いてあったので、まあ、数個買ったんですけど、まあ、使えるんで、ここモールドを削って、端子を露出させて、リード線をつけました。で、端子の部分はハックルーで、保護して、で、それでリード線をつけて、ケースに装着しました。この方が逆に安心かなというふうに思いますので、まあ、レギュレーターはやはり基板から離してつけた方がいいんじゃないかなと思ってます。ただ、ファイナルの、トランジスタは MOSFET は、まあ、こういう細工がちょっとできないというか、危ないというか、まあ、ちょっと影響があると思うので、基板にやはり根元にまでリード線を、まあ、本体を、ね、基板の根元まで、押し込んで、装着しました。まあ、そんな感じでいろいろちょっと苦労して、やっと、そこの展示してあるような形に収まりました。で、まあ、ここに、まあ、皆さん非常に興味があると思うので、これから購入される方もいらっしゃると思うんですけども、この中華ケースというのは非常に癖がありますので、非常に注意してください。で、先ほども話しましたけど、オリジナルのタクトスイッチの高さとボタンの高さが合いませんので、無理に入れると押されたままになってしまいますので、タクトスイッチの少し低いものをあらかじめ用意して、装着するときにはそのスイッチにしてください。
あとボタンもちょっと厚いので少し削るとかナイフで削いでちょっと厚さを薄くしたりとか、そういった職人技が必要になってくると思いますので、まあそれも苦しみといえば苦しみですけど楽しみでもあるんじゃないかなと思います。あとは LCD モジュールも非常に高さが合わないですね、合わないので端子のソケットの部分とピンの部分を短くする、これは必要です。あと横の端子の穴もやっぱり位置が合わないので、もうこれどうしようかなと思ったんですけども、リーマで穴自体を大きくしてしまう、それでなんとかケースにこうネジで止められるようになりました。で、あとはそのレギュレーターの IC はリード線をつけて基板に装着した方がいいと、まあ、これがまあ一応中華ケースに入れるの注意点じゃないかなと思いますので、ぜひご参考になってください。で実際にですね、受信はすごくいいんですけども、トランシーバーですので送信を一応チェックしなければいけません。でこれ 7MHz でですね、CW で、まあ、ダミーロードつけて ABP3 でアナレーゼチェックしましたらこんな波形が出てしまいました。とってもアンテナにつがれるのが怖い波形が出てしまったので、これはいろんなところで、出てますけれども、アンテナスイッチ、受信のアンテナスイッチの部分にピンダイオードが使われてますので、ピンダイオードが信号を歪ませて時々こういったとんでもない波形が出てくるということで、これはもうリレーに換装するっていうのは必須になってます。これはもうキットには入ってませんので、これは必ずやらないと、そのまま運用すると大変なことになってしまいます。あとは近接スプリアスもちょっとチェックしてみましたけども、まあ、この真ん中に出てる基本波の周りにやっぱりちょっとヒゲが何本か出てまして、でこれは直接ダミーロードからアンテナを通してスペクトラムアナライザーでチェックしましたけれども、 CW モードも SSB モードもちょっと基本波の横にすぐ横にちょっとヒゲが出てます。でこれはどこが揺れかっていうのをちょっと調べるためにファイナルではなくてIQ ミクサーのすぐ出力の部分を一応切り離してですね、それをスペクトラムアナライザーで観察しましたところ、まあ、ここに書いてある通り極圧の漏れですね、漏れが結構やっぱりあるんですね。まあ、どうしてもSDR とはいえ RF 信号に上げるためにはアナログのミクサーを使ってますので、どうしてもキャリア漏れが出てしまいます。で逆サイドバンドも多少は出てますけども、これは比較的抑えられてますので、この極圧のシグナルリークが非常にちょっと問題になるんじゃないかなというふうに思ってます。でこれを調整するのにはソフトウェアもハードウェアもキットにはついてませんので、ミクサーのキャリアバランスを取るための半固定抵抗をつけて調節すると、まあ大体10デビか20デビぐらいは抑制できるので、まあそれでよしとするしかないなというふうに思っています。あとは高調波スプリアスもチェックしました。で各バンドごとにですね見てみましたら、まあ160m は80m 用の LPF しかついてませんので、どうしても二次高調波もう 20dB ぐらいしか、減衰してません。でこれこのままでは使えません。でLPF に入ってても 80m、 それから 30m、 17m、 15m、 10m、スピアスがまだ結構強いです。で実際にそのまま運用できるのは 40m、 7mと 14mと 24mしか、オリジナル状態ではちょっと使えないんじゃないかなということで、で僕だけこういうのかなと思ったら、フォーラムの、記事でですね、これもアメリカの人でチェックした人がいまして、まあ、同じような感じで、まあ、7メガと14メガ、24メガ、まあ、28メガもありますけども、それが以外はかなりスペリアス強度が残っています。でこれはどうにかしなきゃいけないということで、ここに書いてありますけども、LPF の、コイルに、パラレルに、コンデンサをつけて、そしたらどうなるかというと、右のようにきれいに 50dB、 いずれも 50dBc 以下に落ちているということで、こういうLPF の改造も必要になってくるということになっています。ですので MCHF 作るのも大変ですけども、実際に運用するにあたってやはり必要な改造っていうのがあります。
でまずはもうこれは必須でピンダイオードはすべて外して、リレーにすると。それから、まあ、キャリア漏れ逆サイドバンド、まあ、一応基準値はクリアしてますけれども、まあ、IQ バランス、これはソフトウェアで調節できるので、これはしっかりやっておかなければいけません。あとは、ミクさんでキャリアバランス用の、ポテンシャルメーターをつけてしっかり、キャリア漏れをできるだけ落とすと。それから 160m1.9MHz はもともとこの LPF が入ってませんので、外付けの RPF が、LPF が必要であると。あとオリジナルの LPF では、まあ、各バンド高調波スペラスの抑制が甘いので、先ほどの例のような改造が必要であると。あとは、まあ、これソフトウェアですね、オールバンドで波が出てしまいますので、ソフトウェアで、まあ、必要な以外のバンドを送信できないようにする、改造が必要ということで、まあ、実際にその無線機、アマチュアの無線機として使う上ではやはり作っただけではダメだよということで、こちらの方も、まあ、まだまだバージョン 0.6 なんで、これからもまたハードウェアの改善が進んでいくと思いますけれども、現状 の、 そのバージョンで手に入れた方はこういった改造をぜひ行っていただきたいなというふうに思っています。まあ、最後にですけどもね、まあ、将来どうなる、どうなってほしいなっていうのはあるんですけど、まあ、受信専用で、まあ、最近QASTR 僕も買いましたけど、秋月でも手に入るようになりましたが、これはもうダイレクトサンプリング FPGA を使って、DDC、 それからビーグルボーン、これも多分コルテックス AA とかなんかを使ってると思うんですが、マイクロコントローラーで、まあ、全部デジタル処理をする、そういう受信専用のSDR が出てきました。でこのシステムに、まあ、TRX305 のような、まあ、直接 RF 信号を、作れる DDS デバイスが、作るって、それがキットになってくれるといいなということで、まあ、将来の、点に期待するということで締めたいと思います。